リチャード・ボーディッチ・ウィグルス・ワース。リチャード・ボーディッチ・ウィグルス・ワースは、アメリカ合衆国の政治家。共和党に所属し、連邦会員議員を16期32年連続で、務めた。1891年4月25日、リチャード・ボーディッチ・ウィグルス・ワースは、マサチューセッツ州ボストンにおいて誕生した。ウィグルス・ワースは1908年にミルトンアカデミーを卒業した。 ウィグルスワースは1912年にハーバード大学を卒業、1916年に同法科大学院を修了した。ウィグルスワースは1916年にマサチューセッツ州で弁護士として認可を受け、ボストン市内で弁護士業を開業した。ウィグルスワースは1913年にフィリピン総督の施設秘書補佐官を務めた。 第一次世界大戦中は1917年から1919 19年までアメリカ陸軍に所属し海外に派遣された。ウィグルスワースは第76師団の第303野戦砲兵隊で隊員を務めた。ウィグルスワースは e 砲兵隊を指揮し、また第一大隊の部隊長も任された。ウィグルスワースは1922年から1924年まで 財務時間補の法律顧問を務めた。ウィグルスワースは、外国からの借款の返済や、鉄道施設の代金支払いなどの管理を任された。またウィグルスワースは同じく1922年から1924年まで、連邦政府の潜裁委員会で、秘書官も務めた。ウィグルスワースは1924年から1927年まで、共和制ドイツに駐在し、 戦争賠償の請求代理人補佐官を務めた。ウィグルスワースは1927年から1928年まで、同図案に基づく執行委員会において、法務顧問及びパリ代理人を務めた。1928年、ウィグルスワースは、マサチューセッツ州選出連邦会議員、ルイス・アダムズ・フロシンガムの死去に伴い欠員補充で、連邦会議員に選出された。 ウィグルスワースは1928年11月6日に着任し、その後1958年11月13日に辞任するまで16期32年連続で連邦会員議員を務めた。ウィグルスワースは1928年から1933年までは、マサチューセッツ州第14選挙区の選出議員として、1933年から1958年までは、 マサチューセッツ州第13選挙区の選出議員として活動した。ウィグルスワースは1948年の共和党全国大会にマサチューセッツ州の代表代理として出席した。ウィグルスワースは1958年10月29日に中華ナダ大使として指名を受けた。ウィグルスワースは1958年12月15日に 新任状を法定して着任したが、上院休会中の任命であったため、1959年1月29日に改めて上院の再承認を受けた。ウィグルスワースは1960年10月19日に中カナダ大使を辞任した。1960年10月22日、ウィグルスワースはマサチューセッツ州ボストン市内の病院において循環器疾患により死亡した。 ウィグルスワースの遺体は、アーリントン国立墓地の第二セクションに埋葬された。ありがとうございます。